今回はサバです。サバ、皆さん大好きなサバ。サバにはマサバとゴマサバってあるのをご存知かと思います。ゴマサバというのはね、あれね、夏に美味しくなるんですね。産卵期が、まあ、秋口なもんですから、産卵期に向かって油を蓄える。でゴマサバは夏が旬だと覚えてください。そしてマサバです。マサバは春が産卵期なんですよ。ですから春の産卵期に向かって、今が一番冬、この時期が一番油が乗るんです。そしてゴマサバより大きくなります。で 800g 以上は欲しいんですね、これ。炭サバにするにしても。で今回のは素晴らしいマサバが入りました。これ千葉産です。1キロを超えています。全長で、そうですね、45センチくらいありますかね。素晴らしいサバです。今日はこのマサバを使ってですね、しめサバとサバ寿司、押し寿司、そしてサバっていうのはね、非常に美味しい出汁が出るということでも有名なんですよ。お蕎麦屋さんがサバ節というものを使って出汁を取る、それぐらいなんです。ですから出てきたアラ、背骨だとかそういったものを使って牛汁、船場汁って大阪の船場の職人たちがですね、労働仕事をした後に、塩味だけのこのサバの汁を食べたと、そういう船場汁を3点を作ってみようと思います。よっ、よいしょ、かじ立派なサバだな、これ惚れ惚れするな。重複しますけども、今日はね、極上のね、まずしめサバをまず作らなくちゃいかんので、何事もサバは。そしてこれ今回のこれ大体 1.2 キロぐらいあるマサバ、非常に立派なマサバです。近年こういったサバってのは非常に珍しいですね。大体 800g あればもう上等なサバです。で鱗が一見ないように思いますけども、これ実はちょっとぬめりなんてもありますので、軽く手羽包丁の先で表面をこういうふうになぞってください。反対側もね。そしたらこれおろし方は基本的にみんな一緒なんです。一緒です。この胸びれの際から頭をストーンと落とすってやり方ももちろんありますけども、私先ほど言いましたみたいに、このアラを使って千羽汁って牛汁を作るんですね。ですからちょっと丁寧におろしたいんです。エラを切ります。お腹はね、あまり包丁深く入れると内臓を傷つけちゃうのでね。で、ここに肛門があります。肛門のちょっと下まで。ここにね、硬いトゲがあるの。これちょっと気をつけてくださいね。ここに硬いトゲがあります。これよく怪我します。ここに。尻びれ遊離局と言います。内臓を軽くかき出します。そうしますとね、ここに背骨に、これね、血合いって言うんですね、血合い。これをね、包丁で切ってあげるの。血合いをね。そして水洗いなんです。いいですか？こう、頭部を落とします。捨てます。頭部と内臓を取り出して捨てたら水洗いです。ここで水洗いです。血合いを切ってありますね。これよく登場します、100円均一で買ったササラです。で血合いを洗い流します。水気をね、しっかり拭いてください。
かりと。これで下ごしらえの完成なんです。下ごしらえの終わりです。そして今度三枚おろしに入ります。三枚おろしはね、サバはね、特徴としてね、身が非常に柔らかいんです。ですから扱いを丁寧にしないとね、身が割れてしまうのね。いいですか。まず背びれの際に沿って包丁を入れるんです。ちょっと5ミリぐらい中に入るぐらいの程度で、腹側も一緒です。そしてここで腹骨をちょっとこう切ってあげます。こう腹骨だけですよ。で尻尾の方の尻尾をしっかりと掴んで、ですか、しっかり掴んで、これね大名おろしというんですよ。まっすぐおろしてしまう、これね大名おろしと言います。こうすることによってサバの身にねダメージ与えないんです。だから扱いも非常に丁寧に、そっとこういうふうに、もう一回いきますよ。そしてこれなんで大名おろしかと言いますと、前アジですとか他の魚たちっていうのは腹側から中骨に沿ってきれいにおろしていって、背骨にぶつかったら包丁を立てて、またこういうして中骨に沿ってきれいにおろしたんですね。なんでそういうことをしたかというと、身がここに残るのがもったいないんです。要するにこのままこういうふうにおろしますと、ここに身が残るんですね、背骨の厚み分だけ。だからこういうもったいないことをするのを、なんかこの贅沢な切り戻し方をするなっていうので、まあ大名さんだとか殿様おろしとか、なんかそういうような言い方で大名おろしっていう言葉だけが残ってますね。で、これは骨はこれで出汁を取るんですね。出汁を取る、だからこれ捨てないんですよ。捨てないんです。胸ぶれの切れから、際から入れて、腹びれと一緒にこういう具合に鎌の部分を取ります。これはもうちょっと最初に取っててもいいやね。胸びれと腹びれがついています。ほとんど食べるとこないんですけども、これはいい味が出るんです。これ鎌の部分、油が強いですからね。これで三枚おろしが完了です。今度まだここに腹骨があります。腹骨を突き切ります。これね、腹って一番このサバ類の脂が乗って美味しいところなんでね、この腹骨の骨の厚み分だけ削ぎ切ってください。こういう感じ。これも出汁を取ります。大きなサバでね、非常にこれ脂が乗ってるので、身がやっぱり非常に柔らかいです。塩です。塩たっぷり使います。どうしてもね、このぐらい大きくなっちゃうと、こういうと多少のこの見張りがしょうがない。これ全くこれ問題ないです。塩でもって締まります。
塩はね、もう雪が積もるぐらいにしっかりと、これでね、だいたいね、3時間、4時間ぐらい置きます。季節にもよります。それとあとは、サバの大きさにもよる。サバの大きくて、脂が乗ってる強いサバ、サバほど塩は多めにして、長い時間、塩の手持って締めるようになります。だからだいたい目安としては3時間ぐらいを一応考えてください。ただ、1時間ぐらい忘れて伸びちゃったって全く問題ないです。全く問題ない。塩が中のサバの身を吸って表面が溶けてきます。溶けてきて染み込んでね、これね。だから身が硬くなります。だから締めるっていうんです。塩で締めてその後に酢で締めるんです。でどちらかというと酢で締めようとしてするよりは、これ魚というのは塩で締めると思ってください。塩で締める、浸透圧でもって水分を抜くから、抜けるとこの塩がですね、この溶けていって透明になってきます、表面が全部。はい。でその時に実際にこのサバを持ってみると分かります。お、硬くなってるじゃないかっていうふうにね。だからこういうザルの上でもってやるんだけども、水が随分出るので必ずこういうお皿の上に乗っけてしばらく冷蔵庫の中に入れておきます。塩をして3時間、塩が若干もう水分を含んで沈んでいます。これね、このままだとしょっぱいので水洗いしてください。塩を流してください。水分をしっかりとって、これを今度はお酢、傷です。傷に3時間つけます。皆さん昆布を引くとかなんかいろいろありますけど、そんなことしなくていいです。塩と酢、傷です。で3時間傷につけます。この状態でちょっといいですか。サバにはね、実はね、こういうね、薄皮がねあるんだな。でこれは酢で締め上がった時にこの薄皮を剥がして、この綺麗なこの輝くような皮面をお客さんに見せるというのがこれ基本なんですけども、酢につける時にこの皮面を上にして皮面が乾いてしまうと皮が剥けなくなります。ですから酢をつける時は皮面を下にして酢に突っ張りどっぷりと浸かるように皮面が酢に浸します。3時間浸しました。こういう状態ですね。表面が乾かないようにクッキングペーパーを敷いてあります。お酢はね、普通のお酢でいいんです。一番スーパーで持って見るのは水缶酢ですよね。それも穀物酢っていうのがあります。そういったもので十分です。なぜかって言ったら、高いお酢もたくさんあります。あるけども、お酢はね、ふんだんに使いたいのでね、ちょっともったいないよね。これ、ただ、お酢ですから、普通のこれで、これ、2リッターで470円。こんなもんでよろしいんじゃないですかね、1.8 リッターでね。はい。水缶酢で大丈夫ですよ。薄めないこと、お酒入れないこと。いいですか。基本は塩とお酢だけです。酢につけるときっていうのはね、紙がこう置くじゃないですか。そして紙の上から酢をかけます。で空気が入っちゃうのね。空気が、この空気を抜いてください。しっかりと冷蔵庫に入れて3時間です。はい、これがお酢で3時間締めた形見です。
腹骨が取ってあります。でまだ残ってるのがあるんですね。これが血合い骨、小骨です。血合い骨と皮が残ってます。薄皮が、これ取るんですよ。こういうトゲ抜き、これも最初説明しましたけど、こういうのがあると非常に魚料理は便利です。いいですか。頭の方から硬いんですよ、骨が。骨をちょっと起こすようにして抜いていきます。でここに必ず1本残ってますから、これ気をつけてください。ここに、硬い大きな骨があるのは首からこう肛門の位置、要するにお腹のところだけなんですよ。お腹を守るために腹骨があって、小骨も太くて頑丈なものが取り巻いてるんですね。あとはね、細かいですが、手で持って触って当たる部分だけちょっと取ってもらえばいいです。当たる部分だけ、血合い骨が抜けました。皮です、薄皮。この皮なんだけども、先ほど先生言いましたけどもね、これが表面をこう乾いてしまうと、せっかくのね、この皮、サバのね、この銀色、あるいはこのサバ模様がね、この薄皮にきっついちゃって皮がね剥がれちゃうんだよ。そうなると、皮ってか色がね、そうなるとあのサバ、しめサバの料理はね非常にねつまらなくなります。だから必ずこれ乾燥させないように気をつけて、えいっ、こういうふうにね、透明な皮が抜けるわけですよ。はい、まずね、しめ鯖いってみましょうよ。しめ鯖の切り方ですね。切り方はね、まずね、切る前にだ、切る前にこういうね、つまの用意をしておきましょう。つまってこういった大葉、青じそですね、しそだとか、こういった大根のこの千切りだとか、こういうのは今はもうスーパーの魚屋さんでもどこでも売ってますよね。であとは焼き魚とかいろんな場合は自分たちでもっていろいろこの工夫してもよろしいかと思いますよ。こういう笹の葉っぱを取ってきてみたりとかね、そうするとまた楽しいものです。こういう場合に妻の用意がしてあると、刺身を切ってすぐにそこに持っていくことができるんですね。だからいいですか、しめ鯖です。しめ鯖はね、もう極上のこの辺部分を使うんですよ。一番前と大きいはもう贅沢に、無駄じゃしませんよ。しめ鯖の切り方です。これね、飾り包丁って言うんですね。一本包丁入れてあげるんです。これ誰が考えたんですかね。これ別段意味はない、ただ油の非常に強い魚なので、この切り込みを入れることによってわさび醤油が入りやすいっていうのは確かに言えるよね。だけどもこれはね、多分サバっていうのはね、これ青魚はね、体調によって当たる人がいるんだな、そういうことが当たらないようにというね、私はねおまじないでやろうと、思ってはいるんです。
うなったらやっぱりわさびでしょう。油が強いので、これは額縁って言うんですね。これのね、表面が塩と酢でもって締まって白くなってますでしょ。側がずっとね、そして中が生なんですよ。この状態、理想的な状態ですね。